どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もエカナイやっていきたいと思います。今日の動画はおそらく短くなるかなと思うんですけども、今日はここ公式戦2回戦戦っていこうと思います。誰でいこうかな。面白い人でいきたいな。山北でいくか。そしたら適当に女を組んでいきたいと思います。始まりました、秋の地区大会2回戦でございます。もしよろしければチャンネル登録高評価していってください。どうぞよろしくお願いします。頑張っていきましょう。よし、ここも勝ちましょう。2回戦どういう風な試合をするか俺にしか分かりませんが、やってきたら総合戦力 B 強いな。なかなか強いぞ。なかなか強いけど負けるわけにいかないのだよ。よし、いきます。流します。強振でハット打ちを働かせながら流します。正直俺はパーヒより阿部ヒノが好きです。行きましょう。あんま関係ない。いいね、足が速い球。これ若松さんだわ、出てるの。素晴らしい。1点、OK、4点のと4点、チャン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 。誰若松さん。若松さんさすがだわ。さす若。はい、行きましょう。引っ張りてきます。インコース、プルヒか広角かはやっぱつけたいよね。ねえ、難しいとこよね。何かしらつけたいけど。まあ、そこだけね。行こう。オッケー、行った。ナイス、こんな、レースイズ。よし、立原が出てるね。立原なら走れる。ナイス。あんま相手の能力確認してないけど、まあ、さすがに走れるわな。じゃあ、流し打ちで行きましょう。まあどうだろうね。山北とかみたいなバッターの場合はおそらくまあ引っ張りとかの方が強いのかな。パワーヒー持ちとかの場合って、パワーヒーはね、まあ、個人的にはそんなに使ってるわけじゃないから、普段からね。阿部ヒとかの方がまあ使いやすさはあるよね。 OK。 チカちゃんは相変わらずすごい。チカちゃんがすごい。チカちゃんの打率がえぐいです。太郎はね、もうちょっとなんか太ればいいかなって思う。なんか痩せすぎだよね、体格。なんか田中太郎って感じでだよね、本当に。太郎、行こう、太郎、打とう。太郎なんか転がせ、ありがとう。転がせのおかげ。よし、若松さん。若松さんもかわします。超ファイトよ。もう背中返しよ。まあ、下がられてたね。後ろに下がられてたわ。残し打ち持ちなのに後ろに下がられるんだね。なんか意外。よし、ここは引っ張りましょう。もうさっきのホームランの再現をしてほしい。まあ、じゃあもう3得点なんだね。なんか物足りないね。山北の実際の能力を見てると、ちょっと我がと山北に関してはちょっと物足りない成績は。太郎がなんか今日はそこそこ打たれてる。頑張ろう。打たれずにいけるよ。君なら打たれないでいけるよ。 OK。 ゲッツー。ノーアウト満塁です。ノーアウト満塁で、みんな臭いところいくか。コントロールがいい人ならではの臭いところ。 OK。 でここゲッツー取りに行く。ゲッツー取りに行くけど取れるとは言ってない。関係できます。関係で今のそのね、縦割れカーブがまあ横だけど入ってるのが一番の衝撃だよね。よし、太郎ぶち切りに行こうか。切りに行きましょう。抑えろ。太郎 OK。 太郎 OK。立原なら問題はなさそう。オッケー。セカンドへの走塁がね、送球がね、たまーにやっぱそれるね。ノード一塁。出てるのは我が。ちょっとだけ打率上がってる。オッケー。闘魂。で、センター足。岩波、頑張ろう、岩波よ。ああ。やばい、併殺つく。マジで併殺つく。てか、マジで最近併殺多くない？併殺ダメよ。併殺ダメよ運動起こすよ、そろそろ。エンドランかな？エンドラン。マジで恐怖症よ、ここまで来ると。オッケー。回って。何のためなんだろう？オッケー。素晴らしいエンドラン。よく走塁した。高走塁。で、ここは走ります。あ、やべ、外されても問題ない。で、立ち上がる。ラキボ。あの、A 館9の気持ちでプロスピのリアタイやった時に、一三塁で刺されるとマジでムカつくからやめな、みんな。栄冠内だけだからね、こんなに1、3塁の時に投げてこないのって。みんな気をつけてね。で、ここを走りましょう。怖っ。さすがに大丈夫、立原なら走れる。立原は強い子、元気な子。ナイス。で、このまま山北が行きますと。山北お任せで行こうか。あえて
なんかこのゆったりバットを動かすテンポ。いやー、当たりはマジでいい。当たりがいいだけにマジで持ってない。くせ者。ミートでいきましょう。転がせれ。転がします、前に。前に転がそう。オッケー！これが転がせよ。ナイス転がせ。で、長山走れる。長山走って、そのまま、つなぐ。我がに。我がが、復活してる。いや、ごめん。千高市7なら、ごめん。このまま行くわ。あ、オッケー！我が。まず、安倍比だからね。もうちょっと打ってくれても、いいんだよ。岩波。岩波はちょっとさっきのトラウマがあるから、もう変える。もうごめん。変える人がいいね。変える人がいい。ライドラにかけてみよう、トツカ。トツカまさかの代打起用。黄色い声援。ライドラよ。ラインドライブにかける。ライドライブだよ。オッケー！足が速いね。どうして心ごと奪われてどうしようもない。道原は打ったよ。これもしかしてさよならなんじゃない。あざます。あざまる水産。オッケーオッケー牧場。あざました。よかった。サークルチェンジ4になってるし、若松さんだいぶ育ってるし、ここまでマジで順調すぎてびっくりしてる。よっしゃ、ここドラフト会議だけやって、アイドル止まって、終わりにしましょうか。フォームチェック使って、ごめん、なんか微妙なんだよ、今。正直そこ変えてくれた方が嬉しかったな。なんか、取っといた方がいい指示、今後に、オフシーズン始まるから、オフシーズン向けて取っといた方がいい指示もあるから、まあ、見極めながらかな。よし、行きましょう。ここは、火曜日、ドラフト会議。いきます。ドラフト会議、ここが一番重要。どこの球団に行くのかよ。 DeNA タゲ、タイガースタビさん戻った。中日隅田に、あれ、ああ、小沼がオリックス、名倉が千葉ロッテ。まあまあまあ、なんかストガイか、ストガイ育成ロッテできるのかな。よっしゃ、そんな感じで、また皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。アイドル頼むよ。 OK、 じゃあまたね。